はい、こんにちは。小野さんです。はい、秋はあの盆栽展のメッカっていうか行われることがありますが、はい、うちは京都の大観展に出展いたします。大観展、京都の平安神宮の前にある都メッセという大きな会場で大きな盆栽の展示会が行われます。そこの売店毎年参加しております。11月の25日から28日ですね、はい、で今回はそこに持ってく主にね、苗木を中心にいつも京都では売るんですよ、はい、関西の方の苗木と関東の方の苗木って、うん、種類が全然違ってて、なるほど、面白いことが起こるので、これ見たことないとか、はいはい、まあ、生えてるものも多少違いますのでね、はい、何十種類も苗木を持っていきます、うん、その他に豆盆栽や豆鉢ももちろん持ってきますけどね。で今回こういう苗木を売ります、買った場合にどういう風な大きさのどういう形の鉢に入るかみたいな、はい、ご自分で植え替えをする方にご参考までにっていうことでちょっとやってみたいと思います。ちなみにこれは、はい、日向水木、水木ですね。ここのところにあるのが花芽です。花芽、こう丸いのがね。で葉っぱも紅葉してもう触れが落ちるような状態になってますので、うん、実際に販売するときはもう葉っぱはついてないということになります。オオバイっていう黄色い花で、だいたい2月に咲く冬の花ですね、うん、まだ葉っぱついてますけれども、咲くときは葉っぱがありません。花だけ咲きます、はい、ここで挿し木をした後根っこが出たものを根上がりに作っている苗木、これがどういう風な鉢に入るのか、うん、ということですね。これもいろいろ面白いのいっぱいありましたね、はい、もう根っこの形いろいろなんで、そうそう、その中の一つ、はい、でこれはミヤマキリシマツツジですね。ミヤマキリシマツツジの白花なんですけれども、ね、これじゃちょっと大きすぎるじゃないですか。そうですね、足元が見えない見えないしね、見えないしね、うんうん、これを持っていくと。そうですね、他にも持ってきますけど、とりあえずこれを、うん、金沢にも持ってく。金沢は、ポット苗じゃなくて植え替えた状態で。あ、金沢は植え替えた状態のですね、じゃあまず水木から。水木はもうね、今ほら触るだけで取れますから、パラパラってほら、うん、ね、これ下に引っ張るようにしてね、これもう形を作るというよりもこのふわっとした状態、これを楽しむものですからね。水木はいろんな種類がありますけど、日向水木が一番小さいんですよ、花が。花が、はい、黄色い花ですね、薄い黄色い花で、咲くのがだいたい1月から2月です。葉っぱが出る前に咲きます。で一番大きいのが普通の水木は、この花はね3倍ぐらいあります。でお花はイヤリングのようにぶら下がるんです。パパ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 、切り戻しのほらこういうところはね、ちゃんとね切りましょうね。こういうのね、これね、こういうところがね、はい、もうこの枝は、この下の枝は上の枝と重なるのでいりませんと。ここは枯れてます、これ枯れてました、うん、はい、でこれはこっち側に伸びちゃうと X になってしまうので、これを取ります。この枝も枯れてるかな。でもあとはね、花芽がいっぱいついてるので、全部このちっちゃいのも全部花芽なんで、はい、剪定は花が終わってからこう短く、うんうん、切るんですよ。とりあえずもう今は簡単な植え替えでお花を楽しんでいただくと、まあ、切り口ちょっと墨塗っておきます。目立ちますからね、切った後が。結構根はちゃんとしてますね。秋の植え替えですけれども、もう葉っぱもないですし成長期でもないので、ざっとで植え替えるしかないんですけれども、はい、根が張るのが早いんですよ、この水木ってやつは。あ、これ挿し木です、言っとくの忘れた。挿し木でつくんですよ。だからもっと小さい木を作りたい人はいらないとこ切って挿しとけば、うん、それはやっぱ梅雨時梅雨時6月、そうですね、葉っぱがある時にやります、はい、まだあったかいんでこのくらい根張ってたら私は切っちゃいます。下のこう硬いところあると土が出ないんでね、ちょっと軽くこうこのくらい切っちゃってね、そうすると土が出やすくなる。真ん中ほら柔らかいから。春だったらもっとかっつり。あ、もう春だったらここで切っちゃいます。半分でバサッとまず切っちゃってからやった方が
楽なんで、根が張ってるやつはね、張ってないやつは別に落とすだけで結構ですけど、あとは上からいきますね。上の土は落としやすいんですよね、力が入るから。そしたらもうあとは洗います。はい、秋のあのあれはね、洗うんですよね、こうコネコネしてね。秋だけってことですか？いや、一年中洗いますけど、うん、根をあんまり切れない秋の植え替えは洗って土を少し減らさないとかっこいい鉢に入らないから。なるほど。春だったらもっと切っちゃいますので、うん、切っちゃった場合はもういくらでも小さい鉢に入るじゃないですか。はいはい、そうならないんですよね。粘りが出ますかね。ちょっと直置きにしないとダメです、こういう場合は。ここに粘りがあるはずなんですよ。根が上に巻きついちゃってて見えないから。下の方が太ってるはず、この木は。そういう性質があります。ここまでほらほら、ね、ほらほらほら、ここを出さないといけない。ここまで埋めちゃうと棒になっちゃいますからね。はい、根が絡んでるので少しまっすぐになるようにしてね。ほら出てきた出てきた。ここ大事だとこ。はい、だいぶ出たでしょ。そうですね、うん、雰囲気全然変わっちゃいますからね。根が多すぎる。このくらいでしたら大丈夫。切ってもこれ以上切ると、じゃあこれが洗った時の状態です。はい、でこうなると浅鉢に入るとこういうわけですね。うん、さっきまであったのはこれですからね、この深さになってたわけですからね。はい、ここの枝がね、交差してるのがすごい気になるのね。うん、だからこれちょっと1本だけ、はい、針金かけて、はい、下に下ろしたいなと。わかりました。花芽が落ちやすいので気をつけて。はい、咲くまでにね、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいあるので、はい、その間に少し癖がつけば、咲いた時に針金がかかってるとみっともないじゃないですか。直せるかなとは思いますけどね。このくらいだったら、これが交差してたのをこっち側に落として、で、あんまり曲げると他の枝がまっすぐじゃないですか、この場合。はい、違和感が出るんですね。で、うん、この木はね、シュッシュッシュッってしてるのを楽しむもので、ぐちゃぐちゃに曲げちゃうといやらしいかな。うん、ここが素直ですから。だから枝はあんまり曲げないようにして、ここ重ならないようにして、軽く、本当に軽く、かすかにって感じですかね。で、うん、こっちに流れてるのでね、だからこの枝がこうまっすぐだったのをちょっとだけこう流す形、うん、ほんのちょっとね。うちが大量にあります。このサイズで高さあるのでね、はい、意外と小さい鉢にするより、うん、例えばこういう、こう下がこう分回りがあって安定感がある、うん、こういう感じの方が、うん、落ち着きがいいですね。うん、そう、それとあと来年のことも考えると、このぐらいの余裕が、うん、指が入るぐらいの余裕があった方が、この木根が回るの早いんですよ。はいはい、で水好きです。はい、で丸い葉っぱでしたけども、びっちりつくんで、うん、多少ね、これよりかはこっちの方がいいかな。これだとちょっと大きい感じ、うん、大きいでしょ。で色が赤と青があったら、深い鉢で黄色い花、これは好みなんですよね。こういう花ならどっちでも良さそうですね。そうなんですよ。まあ好き好きですよね、これね。うん、あえて赤にしましょうか。葉っぱが出た時に赤生えるかなと思いまして。止めて、よいしょ、いつもの通りにこうやって、で粗い土ですけど、浅鉢ですからね、一番大きいのじゃなくてこのくらいでやります。まあ、少しね、少しでいいですよ。でこの時に上に根っこ出てるじゃないですか、こう太いのとか、うん、ちょっと整理しておきます。ここまで出すので上の根っこ邪魔なんですよね。こっちが前で、足が前、ここが前、浅い鉢の場合グリ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 ってやって、でこれが中心に、中心よりちょっとこっちになるようにして、ちょっと倒す、これは。じゃないと真ん中に、完全に真ん中にしちゃうと、うん、こっち倒れてるんで問題が大きくなります。で下から出して、この根元に引っ掛けてグッと引っ張る、うん、はい、引っ張りました。はい、反対側も止めます。引っ張って曲げて切ります。
でこれで2箇所止まりましたね。もう大丈夫ですね。2箇所止めれば大体で、浅い鉢なんでこれで植えちゃいましょうか。結構根がね張るのが早いんでね、水が好きなんで細かい方でやります。裏表逆でやるとやりにくいもんですね。それはよく打ちます皆さん、うん、ちょっとね、うん、浅くは感じるとは思いますが、ここ結構土がうんと入るので、うん、それであとはもう一度ここを丁寧に、この粘りが目立つから上向いてる根っこは取っちゃいます。ただ最後にこの細かい、まあ、化粧赤玉ですね、うちでいう。で苔を張ればこの骨は目立たなくなりますよ。はい、ドボン、なかなか吸い上げない。はい、吸いました。よし、端っこの方ちょっとこうやって指で押さえておくと、おう、この苔すごい薄いんです。薄いのでこのまま貼れます。はい、本当はいつも下を切るんですけれども、でなるたけこの根元を隠さないように、うん、はい、ね、はい、出来上がら、ちょっと分かり、本当はねこれもねかけたいよね、このくらい、うん、まあかけたい人はかけてください、はい、じゃあポイントとしては、ポイントはまず X になってたら矯正する、これ、ね、枝をね、うん、枝がね重ならないように、はい、それからここですね、元を出すってことですよ、はい、上に比べて下の方が絶対太いですからね、うん、でここから根っこがこう八方根が出てますから、はい、これが来年になるとこれがさらに際立ってくるわけで、うん、ちょっと引っ掛けてあるだけなんで、ここを縛っちゃうとね、ここに傷がついちゃうんですよ。よくこう縛ってる人いるんですけど、はいはい、あれはねここに食い込むんでやめた方がいいと思います、うん、1年ほっとくとそこくっきりと跡ついちゃうんでね、はい、粘りを出すためにはこの辺とこの辺でちょっと止める、そういう感じにしとけば、ここが太ってきた時に自然に上に上がりますから、はい、ちゃんと。で日向です、日向で割と水が好きです、うん、このくらい浅い鉢にでもちゃんと入りますと、うん、春でしたらもうもっと簡単にねパッとできますけれども、うん、まあ今11月に苗木手に入れて咲くのが1月から2月ですから、その間にもう安定しますから、うんと寒い方の方だったら室内でちょっと保護しますけども、外へ出しっぱなしでも関東の人でしたら全然平気ですよ、うん、このくらいの植え替えは平気です。大梅です。大梅です。挿し木して何年経ってますかね、こんだけ根が太いから、うん、3年から4年ですね、これ刺して、ここから上が挿し木で、ここから下が根っこです、うん、面白いですね、こういう苗木を作る人がいるんですよ。私じゃないですけど、私じゃない、うん、私やるんならこんな大きいポットじゃなくてちっちゃいポットで同じ形を作りますから。おー、すごい根っこ、すごい根っこです、抜けません。大丈夫かしら、うん、取れた、はい、うわすごい上としてきますね。こうやって根っこがやっぱこう絡んでるというか、根上がりのやつ多いイメージ。そうですね、多分根っこが太くなりやすいんじゃないですか、ね、こういう状態ですね、ほらここから根が出てますから、 X をどんとかしたいけどね、うん、X って言うんですね、だって X って交差してるってことですね。なんで私的には矯正したいですよね、こっちに、ね、こっちに持ってきたいね、一回止めるしかないですよ、これはまだ咲かないんでね、今のうちにね矯正、ここで一回キュッと縛っちゃって、この枝がねでここでこうこんな感じですか、ここ伸ばして、こんなになるんだ、すごいな根っこ、根っこすごいね、こんなになってますから、うん、一応ねこれじゃねちょっと植えらんないですよ、春だったらここですよ、うん、で秋なんでここです、ちょっと長めに、ちょっと っと長め、気持ち長めにしないと危ないから、うん、でこれは、はい、かわいそうですから巻いてこう植えるしかないです、うん、これしかないです、うん、で改めてもう一度春に花を割って根が張ってきて植え替える時はちゃんと伸ばして切って、花がちょうど2月なんで、うん、今枯らしちゃうわけにはいかない、黄色だからね、これなんか映えるだろうね、ここ入れたらね、うん、派手じゃ派手なの嫌な人こっちだな、うん、俺好みですね、この形合いますよ、
黒だとちょっと弱いかな。これかこれどっちにしようかなって思ったんですけど、はい、やっぱりキレがあるから青にしました。キレキレがあるから、なんか真っ黄色い花ですからね、これは相当引き立ちます、うん、で半圏外ということでちょっと深めの鉢、小さいけれども深めの鉢、この形かわいいですね、うん、止めて一層さん、はい一層さんの鉢、ここを一回縛っとかないとやりにくいんです。元をラファイアでちょっと縛ろうとしたんですが、うん、ラファイアが手元に今見っからなかったので木綿糸、そうそう、ここアルミ線でグリグリってやっちゃうと取りにくい場所なんですよね、うん、後からね、だから溶けるもの、跡が残らないものでやった方がなんだっけ目立たない。であとはくるくるっとさっき伸ばしたやつをまたしょうがないので丸く、今度はこうですね、半圏外、うん、前を見て、これはねさすがに反対側からはできないので、半圏外の場合も中心からもうちょっと外側にこう、うん、こうくっつけるような形でやらないと、うん、あんまりこっちの縁に近づけちゃうと端っこから落っこちるみたいに見えますから気をつけましょう、はい、でアルミ線をちょっと細いのに取り替えます。この枝がちょっと邪魔なんですけど、うん、花芽がねこの枝ついてるからここに花があるんで、はい、ここまでは切れます。もう切って、植える時にね2箇所止めしててもこの根っこはグラグラしてるからふわふわなんで、手で押さえて位置を確定しながらやった方がいいですよ。最初左手の親指でと、そうこっちでね今最初にやった時にね、これは冬越して1月に入ってもっと花芽が膨らんできたら取ります。それまでこうやっとけば、冬場は木が硬いんでね形がつきやすいですから、外してもビローンって広がったりはしないと思います。剥げないね。冬場に向かって植え替えした場合霜柱が立つことがありますので、うまく張らないと剥げますね。それとあと何もやってないと本当に土が出ちゃう、多少張っといた方が楽です。どうでしょう、可愛いですよ。どうでしょう、咲いたら可愛いですよね、うん、この木面白いですよ ね高いもんじゃないんで、京都の人、はい、見てたらぜひお買い上げください苗木で持ってきます。苗木でいくらぐらい、苗木で、苗木で1000円1000円、うん、全部値上がりになってますもんね、はい、だけどこれだと場所取るんで根巻きにしときますから、なるほど、もうちょっとこの雰囲気は違うかもしれないです、うん、で見本でもう1個ぐらいは作っときますけど、数ないんです、数あんだけしかなかったから。20ぐらい、そんなにない、ない限定10個ぐらい10個ぐらい、うん、これねもっと欲しいんですけどないんです、うん、すいません。次はこれ、これでこういうのね、ツツジなんですけどね、これじゃおかしいでしょ、なんでちょっと小さくしたいじゃないですか。あ、苔あってもったいないんでこの苔取っときましょう。もう手でやるしかないんです、これ。ほら、あのツツジの根っこってすごい、なんていうのかな、ふわふわなんですよね、うん、あれもそうでしょ、さつきもそうなんで、もうこれね洗うしかない、細いんですね根っこがすごく、うん、綿根っていうの、なん何ねって言うんだろうか、密度が、うん、そうないっていうか、一本一本が別にしっかりしてないっていうか、ふわふわしてるっていうか、だから洗うとなんかふわふわっとしちゃって、こんなになっちゃうの、うん、あ、2本だったんだ。そうなんですよ、今ね洗ってたらね2本だったんです。2本にしちゃえ、だけどこれじゃかっこ悪いんだよ、棒でしょ、棒です。この場合ね盆栽にはならないと、このもう一度くっつけてこう丸くするか、分けるんだったら草を一緒に寄せ植えにするしかないと、今の時期ちょうどいい、この水で結構かわいそうだからね、こういう場合は、対処する場合はこれ、あのつるそばです、小さく育ててあるつるそば、今盛りですよね、地方によっては一年中咲いてるそうですけどね、これうちで刺したやつなんですよ、刺し木、うん、刺し目、刺し目、刺し木、刺し木かな、草なんで刺し木か刺し目だか、これがつるそばで、ここに黄金シダが生えてるじゃないですか、はい、
これをちょっといただいて勝手に生えてきちゃったんで、こっちのは、ズミです、うん、ズミいい木なんだけどね、ここにこれがついてるのは良くない、木のためにシダだけ飛びます。ほらこれいい木だよ、ほらこれは今やらないので戻しますけど、花芽もあるし、うん、花芽もついてる、これズミです。これでどっちをやるかっていうと、うちの方が棒なんで、こっちはなんとか斜めだ、これはもう完全に棒じゃないですか、曲げることはできますよ多少、うん、でも折れちゃうかもしれない、半分でいいな、もったいない、半分でいい、葉っぱです。これはケト土使います。でうちで練ったやつです。ケト土と赤玉土とあの乾燥水苔を配合がありますけれども、はい、それを練ってよく練って接着剤の代わりになるんですよ。あんまり棒が目立たないように、これで植えるときはちゃんと赤玉で植えますか、大丈夫です、はい、これ接着剤代わりに使っただけなんで、一応こうまとめといて、うん、で、あ、位置少しずらそうかなとか。鉢に植える？鉢植えます。うん、苔玉作ってるわけじゃなくて接着剤の代わりにしただけです。実質か苔玉の感じですよね。で入ります、はい、花が今ピンク咲いてて、このツツジは白花ですから、白い鉢だと花が咲いた時にちょっとね、あれしちゃうんで、全然関係ない緑という網が見えないくらい、はい、であとはこれを、これはあれもあれもこれもないですよね、前も後ろもあんまない、ちょっと斜めにしたいのだけど言うこと聞かないと、このツツジはほどいてみないとどういう苗木になってるかわかんないっつうところが苗木の怖いところなんですよ。ところが安いんですよ。だから覚悟してこの場合はこうしようとかね、いろいろね、臨機応変に、うん、臨機応変にやっていかないとダメですよ。予想と違ってたとしても生きてて花は咲きますからね。なのね、気にしてると先へ進まないんで。土が少しついてますが問題は特にないと思います。売ってるケト土は混ざってないですから、そのまま使っちゃうんです。配合済みって書いてあればいいんですけど、うん、配合済みじゃない普通のケト土は本当にあの乾燥するとガッチガチに固まっちゃいますので、そういうのがないように。やっぱり配合済みなんてあるんですか？売ってることもありますよ。どういう配合だかわかんないですけどね。うちはだいたいあのケト糖が 4の3の3ぐらいかな。赤玉が3で、あれが結構入ってますよ。乾燥水苔 の、うん、あの細かいやつ。そこまでないか。5、3、2ぐらいかな。5がケト土、3が赤玉、2が乾燥水苔、はい、ね、予定とは全然違う形になってしまいましたが、うん、これがもうちょっと曲げたいところです。かすかにね。時間があれば1回曲げたかもしれないけれど、ちょでこれ咲くのはもう4月ですから。4月、うん、なんだかよくわかんない気になってます、うん、でもなんか自然って感じ。でもあの少し経つと成長しますからね、うん、あの草が、そうすると全然雰囲気変わってくるんですよ。そうですね、このまんまの形じゃないんで、草が大きくなっちゃいそうな、そう、ね、気がします。そうそう、これはね、あの小さいまんまでいらせようと思えば刈ればまた生えてきてちっちゃいんですけど、これは伸びて咲きますから、で邪魔になったら切っちゃう、切っちゃう、根っこからまた生えてくる場合と、そのまんま枯れちゃう場合とあります。つるそばね、いいですね、ジオラマ感が。ジオラマ感ということで、はい、これからイベントで販売する木の植え替えってことですね。そうですね。でここから2月に花が咲く。1月の終わりから2月ですね。これは？これはツツジは4月の頭。4月の頭。でこっちが、うん？これは2月。やっぱり、うん、国風盆栽展の頃にいつも咲いてるんですけどね。なるほど。あったかければ1月の終わり。でも花が長いから。ね、これから楽しめる、まあ、臓器たちということで、そうですね、花物ということで、はい、それが11月の25日から28日ですの大観展で販売します、はい、でプラス、金沢のイベントが
18、19、20だっけ販売は。そうですね。そこには植え替えたもの、あと桜がいっぱい、しだれ桜から、うん、旭山から御殿場から大中小揃えて、梅も、あ、ソメイヨシノもございます。いっぱいいっぱいあるってことですね。はい、そうですね、はい、花物中心になりますね。ぜひともそちら2つのイベントありますので、大野さんの盆栽、まあ、普段買いに来れないような人たちは、そうですね、金沢の方の方と多いし、うん、京都の方も遠いですからね。そうです、はい、ぜひ来てお買い求めくださいと、はい、そうですね、はい、豆盆栽もいっぱいありますもんね。豆の苗木はいっぱい持ってきますよ、ね、こんなちっちゃい苗木はもちろん出来上がってるのもありますけども、まあ今回はでも苗木中心になると思うんですよね。鉢上げがちょっと間に合わなくて、なるほど、出来上がった盆栽葉っぱ全部落ちちゃってますから、うん、もみじとか、はい、早いんですよ落葉が、うん、なんで鉢も売ってるますよね、うん、鉢だからそれでこうやって自分で作ってくださいと、はい、豆鉢はもう、うん、いくらでもいくらでもあるんだ、あります、あるということです。で2つのイベントぜひ皆さんお越しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。